さんにいたずらしてこよう。ライムさん、トリックオートリート。オレっちのお尻の膨らみを見たひなっちはセクハラで訴えられてもおかしくないでありんすよ。札に捕まるのが嫌ならオレっちに口止め料を払うでやんす。口止め料って何？オレっちは優しい男でやんす。痛くはしないでやんすよ。捕まえたでアリンス。痛い。ライムさんやめて。痛がる顔、むちゃくちゃ可愛いでやんすね。やめるでやんすよ。はぁ、俺っちの腹踊りは高いでやんすよ。腹踊りって何？腹踊りも知らないでやんすか？はっ、これだからアイドルは。ひなっちは本当に無邪気な少女のような心のままで変わらないでやんすね。ライムさん、まるで私のことを昔からずっと知っているような言い方ね。俺っち、ひなっち、シア様がいなくなってから必死に探したでやんすよ。あなたは誰だっけ？ちっ、その無関心さは何よりも変わらないでやんすね。シア様は外の紫バラばかりを眺めて、俺っちたちには目もくれてなかった。もしかしてあなた、世話係の？そうでやんすよ。俺っち、ずっとシア様のこと見てたでやんす。ひなっちと初めて会った時、シア様だと一目で分かったでありんす。だってあなたたち全員同じ格好をしていたもの。それは分からないわ。もう俺っちのこと分かるでやんすか？あなたの血の味を知れば、どんな姿になってもわかるわ。血の契約でありんすか。本当なら、俺っちがシア様を従わせたいところだけど、それで手を打つでやんす。嫌ならいいのよ。ち、いちいち勘に触るでやんす。でも、そんなシア様をめちゃくちゃに愛したいでやんすよ。あなたの言うめちゃくちゃは本当にめちゃくちゃやりそうね。でもいいわ、退屈なのはもうゴリゴリよ。